私はあの子のことが好きで、あの子も私のことが好きだ。だからこそ私たちは一緒にいるのがとても難しい。お互いの好きがちょっと違うだけなのに。というわけで、私あんたと別れるから。どうすればもっとあなたを傷つけることができるかっていうふうにも考えるようになって。本当に聞き分けがいいんだね。つまんないの。やっぱり無理。私初めてなんだよね、どこの人と。楓ちゃんは私のこと好きなのかい？